さあ今ゲームが始まりました。明治安田生命 J1 リーグ、ガンバ大阪対浦和レッズ。このゲームの入り方は大事になりますよね、はい、立ち上がりでつまずくと後手に回ってしまいますからね。確実にプレーして自分たちのペースに持っていきたいですよね。そうですね。まずはこのゲームの立ち上がりです。カンテ、佐藤。さあ北澤さん、この試合で一番気になる選手は誰でしょう。やはりショルツでしょうね。安定感のあるディフェンスはまさに鉄壁って感じがしますよね。さらにキックのうまさもあって、ロングフィード、くさびのパスも出せますからね。足元の技術に関しては PK をしっかり決めるところにも現れてるんじゃないかと思いますけどね。攻守にわたる活躍に期待ですよね。はい、どうやって彼の守備を突破するかというのもこの試合の見どころになりそうですね。黒川、佐藤、黒川、これは合いません。伊藤から小泉、仕掛けるタイミングを図る。このパスオフサイドになります。この序盤まずは両チームともシュートを打って勢いに乗りたいところ。福岡、カンテ、カットに行きます。小泉、前半の14分を過ぎたところです。裏のスペースを狙う。つながります。シュート、触った、危ない。これはクリア。山本、ダワン、さあ右へ預けて。前半ここまで両チームともまだスコアレスの展開が続いています。安い、カンテ、さあ関根、一旦前を取る。お、いい形じゃないですか。上げてくる、どうだ、浮き球でサイドへ。メシノ、カウンターですよ。ここ来ましたよ。自分で行く、丁寧に足元を使う。シュート、先制、レッツ。ワンツーからのこのフィニッシュ、いかがでしょうか。そうですね、どうやって崩すかという状況でワンツーという選択肢、この2人の関係でね、見事な突破見せてくれましたよね。さあ浦和先制、1対0です。これでペースを作りやすくなりましたよね、はい、ただ相手も先制されたことでアグレッシブに来ると思うので、落ち着いた対応は必要になりますよね。ダワンからファンガラーノ、ファンガラーノからダワン、ここで丁寧にコントロール。小泉、ここからカウンター早いでしょ。カンテから関根、縦にボールを送る。ダワン、佐藤、ダワン、ファンガラーノ、
浦和としてはここに来て無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。さあここでカウンター、小泉、カンテ、安井、ここで前を向けるか。このボールはファンガラーノへ。いいボールだ。このボールはファンガラーノへ。足元大事に行きます。安井、ここは笛が鳴ります。伊藤、岩尾へ、裏へ届くか、抜けた。さあカンテ、シュート。ガンバはここはディフェンスが踏ん張ります。荻原、攻撃面でも貢献のできる選手です。ダワン、ジェバリから右へ。いいボールですよ。このボールはファンガラーノへ。どうする。ここで前半の45分が終了しました。前半終え1対0。浦和まずは1点先制して折り返す前半となりました。いい前半でしたよね。ガンバ大阪対浦和レッズ、浦和がまずは1点先制して後半へと向かいます。セカンドハーフ見ていきましょう。浦和としては前半のうちに得点できたのは大きいですよね、はい、後半守りに入ってしまうと流れが変わってしまうと思うので、積極的に追加点を狙っていきたいですよね。なるほど。伊藤、カンテ、ダワン、ここはカットします。スペースが上がった。いいですよ、攻守の切り替え。柔らかいパス、ワンツー使ってくる。安い、攻守の切り替えも早いですよ。ネタラビ、ダワン、素早いパスで攻め上がっていきます。ジェバリから左へ、足元のクロス、小泉、カウンターですよ。この位置で受ける、スルーパスを狙う、打つか、来た。これは相手選手に当たりコーナーキックになります。今日これが初めてのコーナーキックです。ショート、関根、シュートを狙いましたがボールは惜しくも枠の外、チャンスのシーンでした。いい状態でシュートを打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。山本、さあカウンターのチャンスになります。このボールをカットします。メシの裏のスペースを狙う、ここは対応します。浦和レッズカウンターを仕掛けていきます。この位置で受ける、関根からカンテ、小泉から伊藤、クリアです。スルーパス、コーナーキックです。福岡、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。鈴木へ、素早くボールにアプローチ、ここはいいプレスで奪います。伊藤がこれは先ほどからしっかりマークされていますね。そうですね、まあやはり中盤の底で起点になってますからね。この位置で余裕を与えると楽に展開させてしまうことになりますからね。できるだけ自由を与えたくないという考えでしょうね。仕掛けるか、ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。危ないシーンでしたがクリアの対応。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。
伊藤、これはファウルでしょう。これはカード、いけるか。ここで丁寧にボールを扱う。ボールはクリア。さあ関根、抜けてくる、インターセプト。浦和としては今のはいい攻撃でしたよね。もう1点欲しいという気持ちが出てますよね。黒川、うまいですね。屈せず対応します。ホイブラーテン、柴戸、さあ一気にカウンター。コロキエのボール、高橋から柴戸、浮かせてきます。オフサイドですね。残り10分を切りました。佐藤、福岡、浦和はこの1点リードの状況で残り時間をどう戦えばいいですか。まずこの場面で絶対にしてはいけないのが失点ですよね。決して無理をしないことが最優先ですからね。もう時間を稼ぐ形で相手に隙があれば狙っていくスタイルでいいと思いますけどもね。いい攻撃の形は作れてますよね。このまま終わるわけにはいかないですからね。登録、浦和としてはこのまま終わりたいとこですよね。そうですね、試合終了のホイッスルはまだかという気持ちでしょうね。しっかり締めたいですね。さあカウンタースピードを上げたいところ。鈴木仕掛けるか。さあ左サイドへ、さあ鈴木上げてくる、どうだ。ここは読んでいました。高尾、縦へのボール。さあアディショナルタイムに入りました。アディショナルタイムは3分という表示です。ここは競り勝ちます。興梠に渡る、笛です。1対0、浦和このゲーム無失点で勝利、接戦を制しました。結局前半のゴールが決勝点。さて北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。